それでは春に行きます。春はバランスが取りづらいです。まずこの3つの線の幅をあんまり作らない方がいいです。反る、まっすぐで上よりやや短めですが、この左の方の長さはだいたい同じにしとくと良いです。で、伏せる位置を最初の2倍ぐらいで持ってきます。そしたら立ち気味に払っていきますね。あまり広げすぎないように、立ち気味に払ってきた時に、まあだいたい同じぐらいかな。そしたらこの2番目の線のところから、まあ、ちょっとここが空く感じですね。で、こっちは45度に近いかな。だから、角度を変えてもらっていいです。少し角度を変えて上で、これよりも上で終わります。そしたら今から縦長の比を書きますが、ここの間隔よりも少しちょっとだけ広くして、で縦を書きますね。そしたら横は縦よりも短く、で同じ間隔、ちょっとやや右が長いぐらいですね。2等分して真横に止めます。